地の記憶を呼び覚まして、かつてこの地で起こった戦いを再現したわ。二方面より進行し敵を叩く。我らは南を攻めるぞ。北の敵は任せときな。槍の股さ、男を挙げてやんぜ。おや、と姫さん、まっすぐ突っ込んできましたね。ここは孤立させちまいましょう。これがおとりになって利家さんを引きつけます。宗神さんは背後に回って後方の敵を撃ってください。承知した。宗神殿、ここは力を合わせるぞ。うん、飛行とならばいかな難敵をもしのげよう。うん、見事な働きだな。飛行と共に戦わば攻守いずれも従前よ。さあ今です、門を閉めてください。ここまでか。俺の負けだ。煮るなり焼くなり好きにしろ。左近殿、敵を孤立させ封じ込める策、お見事です。これで二面作戦を防ぐことができました。敵も迂闊には動けないでしょう。どうもハマるとさすがに拍子抜けですね。トシエ殿、ヒレオス様を裏切るのですか。すまねえな、これが俺の神器の通し方だ。ヒレオスも分かってくれるぞ。トシエ殿が食らったか。これでは敵に包囲される。全軍撤退せよ。三成、先に行け。俺が神狩りを務める。義経、頼んだ。清正、正則、引くぞ。待て、三成、これ義経やべえだろ。敵こんなにいいんだぞ、置き去りにすんのかよ。俺たちが無事引くための神狩りだ。そんなこともわからんのか。だったらお前一人で引け。正則来い。趙雲を倒せば敵大将はすぐそこだ。敵が突入してきましたね。趙雲殿と共に迎撃を頼みます。くっ、あのバカ、やはりこうなったか。はっ、かすかにカルセウスの気配を感じるわ。まだ少し距離があるようね。ペルセウスの気配、この先から感じるわ。今こそ攻め立ててやろう。ペルセウスの気配を感じる。かなり近いわよ。あの子の気配を強く感じる。ペルセウス、そこにいるのね。ペルセウスとの再会の時、これで少しは近づいたかしら。あとは勝利を目指すのみね。かけらを持ち帰るためにもうひと頑張るよ。よくやってくれた、立派な働きだ。俺がやられてる場合じゃねえってのによ。月、悔しそうですね。トラ戦車のことでも考えているのですか。はい、孔明様には全てお見通しですね。あれがあれば敵を一網打尽にできたでしょうね。義経を救えずに孔明様か。清正の正信も逃げ延びた。あとはお前だけ、早く行け。分かっている。すまん義経。残るは義経さん。さて、真意を確かめに行きましょう。
俺もまた降伏するでしょうね。最初からあなた方が描いた通りの流れってやつだ。秀吉殿ではなく、これを三成殿の策ですね。詳しい話は後ほどじっくり伺いましょう。お見通しということか。三成、これでいいのだ。よし、うまく進んでいるようだな。